Good morning, YouTube! さて、今日は、西新井ハートセンターの室橋先生。M 弁の、これ、マイトラクリップ違うな。M 弁置換後のバルビンバルブですかね。はい。お願いします。よろしくお願いします。西新井ハートセンター病院の室橋と言います。今回は、サピエン3を使った形での、マイトラルバルブインバルブ、一度生体弁置換術をされている方のリオペを、マイトラルインバルブバルブインバルブでやった、論文があったので、それのご紹介をさせていただきます。今回はトランスセプタルアプローチとトランスアピカルアプローチでの、論文でした。これアメリカの、地図になりますけれども、M 弁の手術はですね、アメリカ実はかなりされてまして、赤と青のプロットがそれぞれ25件以上、25件以下ですけれども、M 弁の手術をされている施設になります。相当数の施設がアメリカで、M 弁の手術をされている形になります。結構小規模なところもあるんだね。あ、そうですね、25件以下のところも結構あるんだなと思いました。はい。アメリカでの1年間の僧帽弁置換術手術は2万件を超えていまして、2014年から2018年の4年間では16万件行われています。そのうち、リペアが8万件、リプレイスメントが8万件という形になります。で、それだけの手術がされているとですね、やはり生体弁の変性というのが起きまして、これちょっと古いデータになりますけれども、2003年のサーキュレーションですが、マイトラルリペア、マイトラルリプレイスメント含めてですね、10年経つと、2割から3割の方がですね、新しく介入されないといけないような状況になります。これ日本のデータだとリペアの方が全然成績がいいから、結構リペアされてんじゃないんだっけ。あ、すいません、ちょっと今パッと出てこないです。そうだよね、あんま変わんないんだね。古いデータですけど。はい、どうぞ。はい。で、アメリカのリオペの手術リスクになりますけれども、これは2019年の、論文になりますけれども、1番目のオペレーティブモータリティに関して 6.6% とですね、やっぱりリオペっていうのはかなりリスクが高いものだというのはですね、データとして出ています。で、そういった中でですね、ストラクチャーによるリオペをなんとかできないかという試みはですね、ずいぶん前からされていまして、2007年にですね、豚の M 弁のバルブインバルブが2例、報告されています。これは一応サクセスしたといったですね、背景があります。当時は、トランスアピカルアプローチです。で、ちょっと時を超えてですね、2017年6月にサピエン3の大動脈弁、僧帽弁のバルブインバルブが FDA の承認を得ました。で、ジャックの2017年のデータになりますけれども、これはバルブインバルブとバルブインリングのデータの1年間の、結果になりますけれども、オールコーズモータリティを、1年後に見てまして、合計248例がされてますけれども、赤線がバルブインリングで、下の青線がバルブインバルブですけれども、バルブインリングはどうやらちょっと成績が悪そうだ。で、バルブインバルブはそこそこ成績が良さそうだといった形のデータが出ています。平均が真ん中の、紫の線になっています。で、その後どのような推移で件数が増えていったかという形になりますけれども、これ2017年時点の発表になりますが、2013年、2014年、2015年と、赤文字が症例数でどんどん右肩上がりに上がっていまして、施設数もどんどん上がっていったという形になります。同じ、発表の中でのものになりますけれども、2014年から2015年のアメリカでの M 弁のバルブインバルブの手術件数は344人で、アプローチに関してはトランスアピカールが 70%、 トランセプタールが 24% で、トランスアピカールがちょっと割合としては当時は多かったといった、状況になっています。2019年 ESC でまた、M 弁のマイトラルバルブインバルブのですね、3つに分けた群の成績が発表されていますが、この時はバルブインマックとバルブインリングとバルブインバルブでの3つに分けされていますが、赤文字のバルブインマックはかなり成績が1年後の時点でオールコーズモータリティ 60% と悪くて、バルブインリングはやっぱり1年後に 30% 程度、バルブインバルブは 14% 程度で、どうやらバルブインバルブが成績は良さそうだといった形の発表がされています。
で、同じ発表の中でのスライドになりますけれども、プロシージャーサクセスに関しては、バルブインバルブ、バルブインリング、バルブインマックとですね、70%、57%、41% と、バルブインバルブが一番成功率が良くて、30日のオールコーズモータリティも、バルブインバルブがいい、6% でいいけど、リング、マックとどんどん成績が悪くなっていく形になります。プロシージャーアウトカムとしては、まあ、どういったものが寄与しているかというと、LVOT オブストラクションといったもので、M 弁をこうバルーンエクスパンダブルな、サピエンス3で膨らませることによって、A 弁の、流出路をですね、障害してしまうような形で、バルブインマックは 39% LVOT オブストラクションが出てしまうようなことがかなり予後が悪くするようなものじゃないかというふうな結果になっていました。これ、プロシージャーが6割失敗ってどういう意味？これは、受けてないってこと？ここですかね。41% が成功ってことは6割失敗なんでしょう？そうですね。バルブ主義ってあんの？マックに関してはそういった成績になってしまったみたいです。どういうふうになったら失敗なわけ？ああ、すいません。ちょっとそこまで今、ちょっと詳細がパッと出てこないんですけれども。やろうとしたら、いやー、ちょっとこれ無理、いや無理っぽいですね、やめますみたいな感じ。バルブインバルブにしたって、4人に1人は失敗なわけでしょ？そうですね、ちょっとこの時のデータはかなり悪いなと思いました。はい、どうぞ。この時の論文の、コメントというか、ディスカッションになりますけれども、LVOT オブストラクションがかなり、致死的な合併症になってしまうので、事前に CT のイメージングが大事なんじゃないかという形でですね、強調されています。CT の、どういった評価かというと、一番上が、まあ、プレで、一番下がポストになるんですけれども、ポストの、CT の単軸像を見ると、サピエンス3がこのように、広がっているときに、まあ、LVOT がある程度保持されている。という形と、まあ、バイマックの形ではですね、僧帽面切開化を強くこうバルーンで広くことによって LVOT がですね、こう狭窄してしまう形での LVOT オブストラクションが出てしまう可能性があるので事前によく確認しましょうといった形での、報告になっています。で、LVOT オブストラクションをですね、その他の方法で防げないかという方法が2つ、紹介されていたのでちょっと持ってきたんですけれども、これはアルコールセプトラブレーションというプリベントレフトベントリクラオストラクアウトフローオブストラクションというようなやり方で LVOT を事前にアルコールセプターラブレーションで、焼いておくことで LVOT のですね、流出路を少しこう開いておくと、バルブインバルブをやった後にですね、LVOT がある程度改善することが一つ、出ています。またその他のですね、方法としてはちょっと読み方が分かんないんですけど、ランプーンって読むんですかね、僧帽弁の前線をですね、LVOT 側に突き出してしまうバルブインバルブの外側のバルブの部分を先に切っておこうという形で、このイラスト自体は軽アオルタアプローチでのバルブインバルブをやっている隣で、軽アオルタ的にこの僧帽弁前線の元ある弁を切って、ここをですね、切り開いておく形で、LVOT のオブストラクションをですね、まあ、なくすというようなやり方で、内側から見るとこのような形になるような方法もあるようです。A 弁もスカートついたやつ両方置いちゃえばいいのに、2弁どうして、ね、そうそうですね、はい、すいませんいきます、次いきます。そんな中で今回、マイトラルバルブインバルブサピエンス3を使ったものの1年間の、結果が出たものがあったのでご報告します。今回はサピエンス3を使う形の、バルーンエクスパンダブルな、機材を使っていまして、アプローチに関してはトランセプタールアプローチとトランスアピカールアプローチの比較をするといった趣旨になります。バックグラウンドですけれども、トランスカテーテル、軽カテーテル的なマイトラルバルブインバルブを、サピエンス3で、ハイリスク群に、やっていく治療を、まあ、確認し結果を確認するというのが目的になります。目的はサピエンス3を使ってマイトラルバルブインバルブの結果を見る形になります。方法ですけれども、アメリカの308施設で2015年6月から2019年7月までの間の期間で、308施設
におけるマイトラルバルブインバルブを施行された患者で、バルブインリングとバイマックは除外されています。プロスペクティコホートスタディで、評価項目は1年間の死亡率で、プライマリーセーフティーエンドポイントはテクニカルのサクセスになります。セカンダリーエンドポイントは30日の、死亡率とニーハと、M ベンの機能という形になります。チャートになりますけれども、2144人がエントリーされまして、バイリング、バイマック等がエクスクールドされていまして、ちょっとその他47人ほど、除外された後、1529人がエントリーされています。それぞれ今回はトランスセプタールの患者さんが多くて、1326人がトランスセプタール、203人がトランスアピカールになります。キャラクタリスティックですけれども、平均年齢が73歳で、プレのニーハは3度と4度の方が大半で、3度と4度合わせて合計 90% ぐらいになります。2群間での差としては、事前の CABG の起用が少しトランスセプタールの群で少ないといったことがあります。事前のオペリスクとしては STS スコアでいうと、平均 11.1 点という形で、かなり高い群で、8点以上の方もですね、55% いるような形で、リスクオペに関してはかなりのハイリスク群の方々になっています。もともとの M 弁の疾患に関しては、ステノーシスがちょっと多めで 50% 台で、MR が 20% 台、両方合わせている合併の人がもともと 20% 程度といった形になります。これプライマリーエンドポイントになりますけれども、テクニカルサクセスに関しては 96% で、成功しているのでかなり成功率が高かったです。サピエンス3に関しては 20mm、23mm、26mm、29mm と4種類あるんですけれども、上2つの 26mm と 29mm のですね、ちょっと大きめのバルブを入れた方々が 90% 台という形で、なるべく大きいバルブを入れようと試みられたのかなと思います。デバイスエンボリベーション、カーディアックパーフォレーションは少数ですけれども発生していました。オールコーズモータリティに関しては、合計で 4% 台になっていまして、ストロークは 0.7% と少なめで、バルブインバルブの LVOT オブストラクション、バルブインマックで多いということでしたけれども 0.9% の発症になっています。入院期間はかなり短くて、トランスセプタルアプローチで2日、トランスアピカルアプローチで6日で平均3日といった形になります。これがプライマリーエフィカシーエンドポイント等になりますけれども、1年間のオールコーズモータリティは 16.7% と、今までの結果と、ほぼ同じぐらいの値になっています。で、30 day のオールコーズモータリティは 5.4% となっています。で、これかなり低くて、STS スコア平均11点ぐらいだと、30 day オールコーズモータリティが 11% ぐらいのようなので、もともと予想されてた外科的手術のリスクに比べると半分ぐらいの30 day をアウトカムになっています。で、MFN の機能に関しては、平均7ミリマーキュリーぐらいになっていまして、かなり M 弁の機能も保持されていまして、ニーハはもともと3度、4度の方が 90% 程度でしたけれども、ニーハ1、2になった方が合計で 90% 程度になっていまして、かなり、心不全兆候も改善したような結果になっています。これが、12ヶ月のトランスセプタルアプローチとトランスアピカルアプローチの比較になりますけれども、トランスセプタルアプローチの方が予後が良くて、1年後の時点で 15.8%、トランスアピカルの方で 21.7% で、P が 0.03 で有意差がつきました。クオリティライフに関しては、KCCQ12 とかいう値で出ていまして、ベースラインに比べると、30 day、1 year ともにですね、30% 程度の改善が認められてまして、バルブインバルの術後の QOL がですね、改善したデータになっています。1年後の、オールコーズモータリティに関しての多変量解析になってますけれども、どういったものがですね、トランスセプタルアプローチとトランスアピカルアプローチで有意差がついたかというと、
そもそもトランセプタルアプローチ、トランスアピカルアプローチは優位さを持って、1年後の予後に差がついていまして、その他24時間以内のショック、モデレートもしくはシビアの TR、で術中のパーフォレーション、タンポナーデを起こした方が、予後が悪かったという形になっています。これはトランセプタル対トランスアピカルの、違いじゃなくて、オールコーズモータリティのプレディクター。すいません。そうですね。すいません。オールコースモタリティの。失礼しました。これは STS スコアごとに見た、予後になりますけれども、STS スコアが4.8、4.8、4.0分けられていますが、赤がもともと STS スコアが高かった群になりますけれども、STS スコアが8点以上の群で、1年後の予後が大体、オールコーズモータリティが 22%、4点以下の方は 4% とですね、ちょっと差がついたようなグラフになっていますが、もし、平均11点の STS スコアの方が手術、開胸手術をされてた場合は、ここの、すいません、ちょっとアイコンつけちゃったんですけど、ここの 11% 程度の場所を通るはずなので、STS スコアがですね、3群に分けても全部それを下回るようなカプラン、グラフになっています。これはサピエンス3を、サイズごとに分けて、その後の M 弁のグラディエントを見ているものですけれども、オレンジが、ちょっと小さめのサピエンス3 20mm、23mm、 青が 26mm、29mm のサピエンス3を入れた形になりますけれども、M 弁のグラディエントに関しては、もちろんサイズによってですね、少し厚格差が出ていまして、ちっちゃい方で 8.7mm マーキュリー、大きい方で 6.9mm マーキュリーになっています。で、ちょっとどこまで相関が、あるかは分かりませんが、1年後の時点で大きいサピエンス3と小さいサピエンス3を入れた群でちょっと差が出たといったことがありまして、ちょっと厚格差がなるべく少ない方がですね、予後がいいんじゃないかといった形になっています。これは今回の、症例のトランスアピカルアプローチとトランセプタルアプローチの、パーセンテージの推移になりますけれども、最初はトランセプタル、ごめんなさい、トランスアピカールアプローチが多くて、だんだんとトランスアピカールの割合が減っていって、トランセプタルアプローチの割合がだんだんと増えていって、最終的にトランセプタルアプローチの数の方が多いデータになったという形になります。これは誰がやってるの、外科医がやってるの、それとも内科医がやってるの？そこの際は本文中には、はい、内科医がやってると思いますよ。本当にアメリカでも、ちょっとアメリカでっていうのは分かんないですけど、もちろんトランスアピカールのアピカールアプローチのところは外科医がやってると思いますけど、実際の主義は内科医がやってることが多いと思いますね。つまり初めは外科がやって、その後内科医に変わるっていういつものパターンっていうことですか？そうですね。でセプタールは全部内科医側でできるので。なるほど、そうだよね。はい、分かりました。ありがとうございます。で、ラーニングカーブのこともちょっと本文に書いてあったんですけれども、確かにわずかにこう右肩下がりの方針にはなりますけれども、1施設平均3例ぐらいしかやってない形になりますが、手技の習熟に伴う大きなその1回目の、サーディーデーモータリティが思い切り高いといったようなことはなかったというようなグラフになりました。結果です。合計1529例の患者が、295の施設で、治療をされました。ミーンの STS スコア 11% に、ミーンの STS スコアから予測される死亡率は30日時点で 11% でしたけれども、今回は30日時点で 5.4%、 1年時点で 16.7% とかなり、予後が良かったような形になっています。今回トランセプタルアプローチとトランスアピカルアプローチを比較すると、トランセプタルアプローチの方が 15.8%、 トランスアピカルアプローチが 21.7% で、トランセプタルアプローチの方が成績が良かったです。トランスカテーテルマイトラルバルブインバルブは早期から、ニーハの改善や QOL の改善を認めました。1年間の時点での平均の、M 弁の厚格差は 7mm マーキュリーでした。
リミテーションです。独立した新エコー検査のコアラボがないこと、LV40 閉塞の標準的な定義が含まれず、それに対する、まあ、あの詳細な部分がちょっと分からなかったこと。で、比較的少数の、トランスアピカールアプローチが、より頻回に実行された手法のトランセプタルアプローチ1326例と比較されたことが、ちょっとデータの差になったかもしれないといったことがありました。コンクルージョンですけれども、トランセプタルのマイトラルバルブインバルブは今後ハイリスク患者の変わりうる利用部の手法になりうるといった形になります。以上です。はい、ありがとうございました。コンクルーションじゃなくてコンクルージョンですね、これはね。あ、はい、すいません。ありがとうございました。バルブインバルブですかね。まあ A 弁ではもう結構一般的になりましたけれども、そもそもこれ M 弁のリドゥというかバルブインバルブってどのくらい、バルブインバルブというか、まあ、リドゥですかね、でどのくらい必要なんでしたっけ、1年間で。アメリカ全体でも400程度？あ、バルブ、症例数ですか？うん。つまり、A 弁 のリドゥって、まあ、結構必要になっちゃう人が多いと思うんだけど、まあ、はい、これやってる人たちだけでも300例程度しかいないっていう、まあ、結構レア疾患と考えていいんですか？そうですよね。やってる人でも、うん、やってる人でも。すいません、ごめんなさい、パッと出てこないです。高木先生、お分かりになります？いらっしゃるかな。いや、分かんないんですけど、ただまあ、もともと、まあ、ある程度高齢の人に、セータベ入れるわけじゃないですか。はいはい、ガイドラインでも。で、それがまあ悪くなってきたところですから、かなり高齢者の人たちで、今まで手の打ちようがなかった人たちが対象でしょ、これ。はい、ちょっとバックグラウンド、そういう意味ですごくすごく意味がありますよね。これ、M 弁を A 弁で置換してるっていう形だと思うんですけど、それは問題ないのかしら？そうですね、そこに関する記載はなかったんですけど、しようとして。渡辺先生とか、小暮先生とか、分かります？いや、多分問題ないと思います、ね。あ、問題ない。これ、はい、僕ら P 弁にも入れてますし、T にも入れてますし、うん、M にも入れてるんで。うんうん、まあ、M は2年で2、3例しかないですけど、うんうん、基本的にどこに入れるっていうのはないと思います、ね、あの形状でいいんだ。はい、特にサピアンはステントの長さが短いので、その LVOTO を起こしづらいのと、多分、うんうん、そのただちょっと置くときに、うん、まあ、そのランディングゾーンが短いっていうところありますけど、バルブインバルブは比較的、まあ、簡便にできるのでいいターゲットかなと思います。目印があるから、まあ、そこにポンと置けばいいってことかね。はい、そう、その通りですね。うん、なるほど。そうなるとこれはやっぱり、まあ、いろんな長さも縦の長軸の長さもそうだし、ぐっと押し広げなくちゃいけないっていうことから考えても、これがセルフで置き換わるってことはなかなかなさそう。バルーンエクスパンディングの弁がやっぱり良さそうって感じでいいですかね。僕はそう思います、ね。なるほど。そうですか。これどうな？これ、はいはい、どうですかね。こう A 弁だとこうやっぱり LVOT の切開角が強いときって、やっぱりセルフ置くリスクの方が低いっていう話もあると思うんですけど。うん。うん、はい。だからそうなってくるとやっぱり LVOT を起こさないっていう意味では。むしろセルフの方がセーフティーだったり、まあ、今ないデバイスが今後出てくるのかもしれないですけど、オーディオに関してはセルフの方がいい、今後良くなってくるのかもしれないなと思いながら聞いてたんですが、多分ちょっと村瀬先生がその大きいの入れた方がいいんじゃないかっておっしゃってたのに対してなんですが、基本的に元のリング系ってこれあるんですか？データとして元のリング系はキャラクタリスティックにはサプリ含めてちょっと見つけられなかったです。ごめんなさい、僕もちょっとパッと見ただけだったんで、基本的にリングのサイズでその置くサイズが決まってくるので、基本的にそれ以上には広げないことが多いので、なので、そして、今渡辺先生が言ってましたけど、もし切開化があったり弁に狭窄があった場合はバルーンで最初広げて、それからバルーンバルーンで置いたりもしてるので、あまりそのセルフのメリットはないかなと思います。そのリング以上、リングっていうかその元の弁以上には基本広げないと思いますので、うん、確かに、うん、
これトランス、まあ、見るとトランスアピカールの方がトランスセプタールよりもまあ成績が悪くって、まあ、プロトタイプがトランスアピカールで、まあ、安全性を確認したので、まあ、トランスセプタールにまあ徐々に移行していって、まあ、それで全然いいですよと、そっちの方が安全ですよと。で STS が 11ってことは、まあ、手術期の死亡が 11% なんだけど、まあ、それが非常に1年でも 5% ぐらいということで非常に成績が良さそうだということで、あと高木先生がおっしゃってましたけど、もともと手の打ちようがなかったような人たちに対する、まあ、オプションということでだとすれば、まあ、これかなり良さそうだということにはなりますが、これそもそもトランスアピカールじゃないといけない人っていうか、トランスセプタールができない人っていうのは例えばどんな症例がありますか？記載にはなかったんですけど、キャラクタリスティックの中でポスト CABG の割合がですね、トランスアピカールの群で多かったので、このあたりがトランスアピカール群ではちょっと関与してるのかなと思ったんですけれども、あえてトランスアピカールを選んだ症例がこういう理由だった等のちょっと記載はなかったです。なるほど、ありがとうございます。通常は多分 LA のサイズとアングルだと思いますね。結局セプタールアプローチだとアングルがかなりシャープなんで、アキュートアングルになるんで、そこがまあ難しいところというか、あるせざるを得ないってことだよね。はい、だから LA サイズが小さいやつに関してはちょっと難しいかもしれないですが、わかりました。まあ M 弁介入してるぐらいだから結構大きい人が多いのかもしれないけれどもね。はい、そう思います。ストラクチャーといえばエコーですが、エコーといえば画像ですが、画像といえば山本先生何かありますか？その後高田先生いきます。すごい面白い発表ありがとうございました。久しぶりに声聞いた。すいません、旅の時にも何か話題になったような気がするんですけど、はい、バルブインバルブで成績が良くなると、例えば最初にその経過テーテル的にやって、まあ、オペで、まあ、開胸でやって、その後まあ高齢になってきたからさらにバルブインバルブでよりこう長期でできるようになったなるんじゃないかっていうようなことが言われてたと思うんですけど、これ M 弁でも同じようなことが言えるのかなっていうのがちょっとふと思ったんですけど、そういうことって言及されてたでしょうか？リリオペってことですかね。そうです、最初に経過テーテル的に、まあ、若年のうちにやっておいて、その次にダメになってきたら開胸にして、で本当にもう高齢になってきたからバルブインバルブっていうのもまあ一つの手として出てくるのかなと。そうですよね、ありがとうございます。いや、まあ、将来的にはそういうのも見据えた上でのこういったスタディだと思うんですけど、まあ、現時点ではまだちょっとリオペのまでのデータをまあなんとか出したというような状況だと思うので、リリオペのところまではちょっと言及とかコメントはちょっとなかったんですけど、山本先生は期待弁を自分には入れてほしいということで、解釈でいいですか？そうですね、まあ、そうですね、ワーファリンやめたいようなその若年女性とかで、まあ、そういう人そんなにいないのかもしれないですけど、まあね、はい、まあ、そうオプションとしてあった方がいいよね。高田先生お願いします。でもいいのかな。確かに、はい、さっきの、 コックスのところで新タンポナーデが出れば予後悪いっていうのはあったと思うんですけれども、はい、ちょっと自分見つけられなかったんですけど、キャラクタリスティックスに新タンポナーデが安全性のところになかったような気がするんですけれども、これは2軍記載されてない。記載がちょっと待ってくださいね。ちょっとちっちゃいな。パーフォレーション自体の記載はあります。で、パーフォレーションが一応新担保っていう、まあ、扱いでいいんですかね。そして、まあ、ここはじゃあ、ここに関してはじゃあ。セプタールアプローチとはどこに変わりが、うん、そうだね、これセプタールのが多そうだけどね、確かに、はい、かなと思ってて、うん、であればなんかその点においてはアピカルの方がいいのかなとか思ったりもしたんですけど、まあ、まあ、手術したオペレーターがいればそんなにまあ多くはないという解釈でいいのかね。なんとなくセプタールってブロッケンブローってほぼ最近エコーガイドでやると、うん、多分合併症少ないと思います。多分軽食ガイドでやるので、うん、多分それでのブロッケンブローでの新担保っていうよりは本当にラプチャーなんじゃないかなと思うんですけど、ね、うん、あ、なるほど、そういうことか。あ、ブロッケンブローは問題にならんということか。なるほどね、じゃないかと思いますけど。あ、そうかもしれない、確かに。実は今日は、どうぞどうぞ高田先生。あ、すいません、ちょっとこれはもうオプション的な感じなんですけど、
MS がなんかアメリカって多いんですかね。このそうですよね、最初のそもそものパソロジーに関してはステノシスが非常に多かったんですけれども、ただほらリウマチ熱がね不潔なのでリウマチ熱が流行ってる。ああまだあるんです。知らないけど、はい、ありがとうございます。いやそうだと思いますよ。あ本当に。イギリスもリウマチ熱の発生がまだすでにまだあるのでそうなんだね、わかりました。今日はですね、あの渡辺先生いるかな、渡辺先生があの初めて参加してくれているので、あの渡辺先生何年目になりますか、もう医者歴。いないかな、いない、あ、いた、ます、はい、おはようございます。え、何年ですか、9年目ですか。そう、ね、年齢はもうベテランなんだけど、まだ。あ、年齢ですか、年齢は。いや、年齢はいいの。はい、いや、大学にいるときはまさかこんな会に参加してくれるようなタイプだとは思ってなかったんですが、そうですか。今は、森山記念病院で、はい、不整脈を中心にやられてるっていう、いやいや、かなり意外な感じです。なんでもです。なんでも、なんとなくやってるだけです。はい。ご参加ありがとうございます。ぜひ、あの、よろしくお願いします。参加していただければと思います。はい、さて、他に何か質問があれば。すみません、ちょっとお願い。はい、お願いします。これ、あの、平均の圧格差がなんか8とか結構高いじゃないですか。はい、でこれね、インフローの、M、このサピエンを M に入れた時の M 弁のインフローの波形ってどんな感じ、それからアウトプットってどれぐらいになるんですか、これ。ありがとうございます。すいません、これはちょっとあのじゃあ室橋の宿題にして、またあのメールであのシェアしてもらえることだと思いますので、ありがとうございます。はい、ちょっと勉強させていただきます。もらじメモっといてね。はい。はい、さて、じゃあ今日の MVQ、いっぱい質問出ましたけど、教えてください、村橋先生。はい、まあ、個人的には、そのパソロジーの MS がアメリカに多い部分がちょっと分からなかったので、小暮先生のコメントがありがとうございました。小暮のそこ、わかりました。そこあの、まあなかなか慣れないと思いますけど、この質問ってとても大事なので、発表者は質問を意識しながら、後半部分は、話をするようにしてください。それから、まあ、なかなか最近質問がすごく厳しいので、全部網羅することはできないと思うんだけど、あのやっぱり1ヶ月に1回のプレゼンターなので、ただそれを紹介するというよりは、紹介はまあコンパクトに、それで、まあ、自分がまずその質問者だという立場に立ったときにどんな質問が来るかなというようなことはですね、ちょっとも抑えておいてくれるとディスカッションが盛り上がるかなというふうに思います。まあそんな感じで、今日もコロナに気をつけていってらっしゃい。